turn. Ah. ここなの？俺も初めは信じられなかった。1年前とは全く違う。前はどんな感じだったの？ホームレスのたまり場だった。何かの工事をしているようね。ああ。久しぶりですね、キリュウさん。ボスは地下の一番奥でお待ちしています。どうぞ。遊びましょうよ。地下にこんな街があるなんて。驚くのはまだ早い。え？行きましょう。
いえ。おい。はい。桐生だ。誰かいるのか。いるのは分かってるんだ。出てきてくれ。待ってたで。桐生ちゃんが肩着になってしもうて、この一年めっちゃ寂しかったわ。せやけど、キリュウちゃんなら絶対にこの町に帰ってくると思っとったで。何この人。元東城会島の組の若頭、俺の兄貴分だった人だ。一年前の事件にも絡んでる。久しぶりだな、真島の兄さん。なんやキリュウちゃん、もう女作ったんかい。このすけこましげ。誤解すんな。照れることないやんけ。なあ姉ちゃん。府警第四課主任佐山薫です。よろしく。府警四課。姉ちゃんデカなんか。キルちゃんどないなってんねん。それよりどうしたんた、ここにいるんだ。ここの前の親分がいなくなったからや。花屋が。花屋。ああ、一年前ここにいた伝説の情報屋の名前だ。せや。通称サイの花屋。元警官のおっさんや。なんや、情報渡すときに花束使うてたら、そないな名前になってもうたらしいわ。花屋はどうしてるんだ。表の人間になったらしいわ。表？なんや、警察の下請けで、カムロ町のモニター映像から情報提供をやってるらしいわ。ま、ある意味花屋にとっちゃ元の鞘に戻ったってだけのことなんやがな。つまり警察関係者になったってことか。そうや。それがきっかけでサイの瓦は機能専用になったんや。そこで俺は真島建設を立ち上げて、カムロ町ヒルズの建設事業を受けよった。カムロ町ヒルズ。上に立っとったやろうが、バカでっかいビルの鉄骨が。あれがカムロ町ヒルズや。ま、俺のほんまの狙いはそれに乗じてこの地下街を丸ごといただくことやったんやがな。あんたも意外に頭が回るんだな。せやろ。で、今日は何の用や。東城会に戻ってくれ。かしこまって。何アホなこと言うてんねん。キリュウちゃんに冗談は似合わんわ。本気だ。今の登場会にはあんたが必要なんだ。戻ってくれ。お断りや。頼む。やめえやキリュウちゃん。俺はキリュウちゃんの備えな姿見とうないんや。頼む真島の兄さん。登場会を救うには真島組の力が必要なんだ。頼む。しゃあないね。それなら一つ条件があるわ。なんだ。キリュウちゃんにしかできへん仕事や。まさか。せや、トーナメントや。だや、引き受けるか。トーナメント？どういうこと？すぐに終わる。先にセレナに戻っていてくれ。おい。おう。ん？
おい。Ladies and gentlemen, ついにあの堂島の竜がこのリングに帰ってきました。親殺しと言われた10年、その屈辱を乗り越え、この町の危機を救い出した伝説の男、前年度地下闘技場メイン王者キリュウ。対するはこのトーナメントで今一番旬な男、勢いに乗るブラジルの超新星ロブソン・カエタノ・ダ・シューバー。さあ、1年という時を経て戻ってきたチャンピオン、戦いの女神はどちらに微笑むのでしょうか。今ゴングです。こちらも帰ってきた伝説の男です。1年前までこのリングに君臨した絶対王者、ゲイリー・バスター・ホーンズ。奇遇ですね、キリュウさん。そう、君子と安楽死、お好みは？相変わらず日本語分かってねえな。伝説の極道 vs 伝説の元王者、注目の一戦、今ゴングです。
いよ決勝戦。そろそろあの男がやってくるはずです。現地下闘技場チャンピオン、マジマーゴー。半年前このリングに突如現れた島野の強肩は今もなお負けるということを知りません。ドギモを抜く入場パフォーマンス、圧倒的な強さ。彼を倒すことができるのは果たして桐生なのでしょうか。今リングインです。どうや桐生ちゃん、かっこいいやろ。たくあんただけは読めねえな。さあ今度は正々堂々勝負しようやないか。今ゴングです。キルちゃんや、相変わらずごっついな。約束だ、登場会に戻ってくれ。まあ祝いの酒でも飲みながら
ゆっくり話そうや。おい。おう。いや。あ？何？あんた寺田を信用してなかったのか。せや、やつは周りで言うほど立派な極度やなかったわ。どういうことだ。寺田は自分の言うことに従うイエスマンしか周りに置かんかったんや。俺や柏木のおっさんとかの御三衆は真っ先にのけもん扱いにされた。柏木さんも。そうや、若頭代行なんぞ言うとるが実際はお飾りや。ミレニアムタワーにでっかい事務所作っても寺田の命令なしには一切動くことはできんかった。俺はそんな寺田のやり方に嫌気がさして組み割ったんや。まさか寺田がそんな男だったとは。まあ人の腹ん中までは探れへんちゅうことや。ケルちゃん、人を信じるのもええけど気ぃつけなあかんの。またかいな。連中もしつこいな。なんだこの警報は。現場に不審な侵入者が出た時に鳴るようになっとるんや。最近
そういう輩が多くてな。一体何なんだそいつらは。うちのカムロ町ヒルズ計画を奪い取ろうとしてる連中や。ヒルズ計画を奪い取る。親父、大変です。待てやつらです。どうしましょう。そんなん追い払うに決まっとるやろが。また下暴れするで。準備しとけ。は、はい。うちに何度も喧嘩売るとは、度胸やないかい。ほう、結構おるやないか。敵さんも本気出してきたの。で、どうするんだ。この人数相手だ。何か策はあるのか。決まっとるやろ。片っ端からぶん殴るだけじゃ。ぬう西田。は、はい。なら俺も手伝うぜ。キリュウちゃんも。ああ、やった。キリュウさんがいれば100人力ですよ。よかったっすね、親父。いや、あかん。え？これはうちが仕掛けられた喧嘩や。関係ないキリュウちゃんは手出し無用や。でも。うるさいわ。とにかく手出し無用って言うたら無用なんじゃ。それとも何か？わしらだけじゃ奴らを倒せんとでも言うか。あ？いや。そんなつもりじゃん。事情は分かった。だがそれでも俺は手伝わせてもらうぜ。あ？なんでや。兄さんはさっき困ってる俺に手貸す約束してくれたじゃないか。それなのに俺が兄さんが困ってる時に手貸さねえわけにはいかねえだろ。あんたの男気に応えてんだ。悪いがもう断っても無駄だぜ。俺がそういう男だってことあんたなら十分知ってんだろ。しゃあないの。ならキリュウちゃんには手出さずに手貸してもらおうかな。どういうことだ。キリュウちゃんには現場監督になってもらうわ。現場監督？そう、現場監督や。マジマジャパンのキリュウ監督や。全然話についていけないんだ。実はの、奴らの目的はわしらを倒すことやない。うちの施設を破壊することなんや。施設を？そや、うちの施設ぶっ壊してヒルズ計画頓挫させて最終的に奪い取ろうっちゅうんが奴らの狙いなんや。なるほど。なら施設を壊されずに奴らを追い払う必要があるわけか。その通りや。せやけどわしらは防衛戦が苦手でな。つい目の前の連中殴るのに夢中になって施設守るのを忘れてまうんや。せやからキリュウちゃんには施設を守りつつ奴らを追い払えるように全体を見て指揮してほしいんや。そういうことか。だがそんな経験ないからな。わしの男気に応えてくれるんやろ。しっかり頼むで。全ては監督責任やからな。わかった。親父、奴ら来ますよ。ちょっとや、行くで、キリュウちゃん。おう。マジマ建設、業務開始や。
見ててくださいね、親父。やるぜ。